どうも、PO25 です。というところで、シャニマスの動画をちょっと撮っていくんですけれども、今回は、ゲーム内容をやるというよりかは、ちょっと業務連絡的なところをやっていこうかなというところになります。二つ前のシャニマス動画。皆さんに聞きたいってやつですね。はい。結局、スタンドゥーバイミーまで私行きまして、で、スタンドゥーバイミーを先に見るのか、チエラルコの、トゥルエンドを先に見るのかっていう質問をしたわけですよ。たくさんのコメントありがとうございました。非常にためになりましたね。本来ですと私コメントって毎回一つ一つこう、バッて返すんですけど、今回ばかりはちょっとすいません、同じような返信になってしまっても申し訳ないので、この動画をもって全てのコメントに返信という形で、なんかゲームマスター方式を取っていこうかなというところでございます。ハートマークを押すけどね。というところでございまして、結局じゃあどうしようかっていう話なんですけど、結論から先に言っちゃうと、トゥルーエンドから先に見ようかなというところでございます。いろいろとコメントいただきまして、まず、スタンドゥーバイミーに関しては、正直、トゥルーエンドを見なくてもお話自体は成立すると。一応分かる分には分かる。ただ、ところどころにスタンドゥーバイミーのネタみたいなのが散らばってるらしくて、スタンドゥーバイミーを先に見てからトゥルーエンドを見るんだったら、前提としてスタンドゥーバイミーを2周目見ることに、なった方がいいらしいんです。そうなるとですね、正直私プライベートでシャニマスやってるのを動画で出してるみたいなところがあるので、普通にね、そういうなコンセプトとしては2周目出してもおかしくはないんですけど、ただその私が同じコミを2周目見るほどの忍耐力があるのかっていう話と、じゃあそのプライベートをさらけ出すからっていう理由でさ、一人で反応しても面白くないからさ、動画に出すとするじゃん。同じコミュ2回出してもしょうがねえじゃんっていうところで、普通にトゥルーエンドから先に見ようというところでございます。はい。そんな感じでございまして。で、他のね、意見というか、今回のその順番の意見だけじゃないところも実はいただきまして、ありがとうございます。まずは、選択肢を全部見た方がいいですよというコメントありがとうございます。そういうところで選択肢全部見ることに関してはそんなに難しくないので、やっていこうかなというところでございます。それも含めまして今回は、いつもトゥルーエンド見るとき、基本コイトばっか見てるんだけど、時ってプロデュースやってる過程を動画にしてるんですけど、今回は裏でちょっとプロデュースは全部済ましちゃってから、コミュ全部スキップして、コミュが自由に見れる状況で、やっていこうかなと。その方が、なんて言うんでしょう、こう、選択肢が、を分けるときは、すごい、その方が、話を覚えてるのかなって感じになりますので、それでやっていこうというところ。そしてもう一つなんですけれども、コメントを読もう。なんか間違ってると困るから、コメント読むつもその全文なんか、送られてきたもそのまんまじゃなくて、どれだったかな、プロデューサーがいてくれるからどこまででも進めるよ。シナリオを読む前と読んだ後それぞれで、めぐるさんのソロ曲聴くのがいいという話をいただきました。というところで今回の動画聴いていこう。急にっつってね。というところで、ね、ちょっと歌詞出そうか。最近ね、サブスクの方でも解放はされましたが、どうやらこの視聴の方でもいいらしいので、めぐるさんのソロ曲の名前が、前ちょっと見たんだけど、どれだったっけ？あ、ジュリさんかっこいいね。SOS 朝倉が歌ってる。なんかさ、このさ、曲調、ごめん。あ、なんだっけ、なんかさ、ちょっと待って。この青空サイダーのさ、このサビ入り前さ、なんかご中佐の曲でこんなんあったよね。わあ、なんだっけ、なんとなく未来じゃないんだ、音もある。忘れちゃった。というところで、関係ない。これだよね。晴れ晴れね。よし。わかりました。ちょっと今から歌詞出しますね。なんだったっけな、
の宇宙さんの曲なんか待って音声入力が、歌詞歌詞あったあった行きましょう。再生しますね。スタート。ちょっと両耳イヤホンつけよう。すごい正統派な応援ソングみたいな。若干のラップ。結構長いね。聞き終わりましたが、まあなんでしょうね、結構この応援ソング感はやっぱりなんか本当に正統派応援ソングって感じがしましたね。まあそりゃ歌詞中頑張れめっちゃ言ってっからね。なんだろう、なんかうまいこと言いたいね。うまいこと言ってさすがって思われたい。いやなんだろう、なんかちょっと今からうまいこと言っていいですか。あの気遣って遠慮してと黙って見守ってってさ、これマノさんとヒョウギさんのこと言ってない。いや多分どうだろうな。なんかソロじゃねえや、サビ入った時ってさ結構友達に向けた感じなのかな、まあ、そんな感じでございました。これを果たしてじゃあ私はね、私の感性はトゥルーエンドを見た後、あれすることができるのかっていう話でございます。まあ、というところで本日の動画はこれで終わろうかなというところでございます。まあ、報告としてはあれですね、あの先にトゥルーエンド見るよというところになりますのでよろしくお願いします。じゃあまずは私がねトゥルーエンドをクリアしなきゃいけないというところでちょっと頑張ろうかなと思います。いきますよ。なんだ。変なテンションがして、ありがとうございました。バイバイ。